中山競馬、11レース、中山牝馬ステークス、1800です。能力偏差値ですが、B ランク2頭 C ランク6等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠7番コンクシェルです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前層 4層前に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 8 0 0ルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと1層前はオレンジ色の着順が1着で紫の丸が1800昨年の7月はオレンジ色の着順が1着で1600 1800は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます 一通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は2番手からの競馬です昨年の7月は花を切っての競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は82で2位です上がり指数は65で11位ですまずまずの先行力で先行できそうです展開面は若干のプラス評価をしていいです 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠13番、フィアスプライドです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、2層前は黄色線を9上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は紫の丸が1600、1600が適距離ですが、2層前の紫の丸、今回と同距離の1800では指数を下げています。1800は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は66で9位です。上がり指数は72で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠11番コスタタボニーででですす能力偏偏差差値値ははは3位ラランクは C ランクク C となります近5層では 黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は紫の丸が1800、昨年の4月は紫の丸が1600、1800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は3番手からの競馬です。 昨年の4月は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は86でトップです。上がり指数は67で5位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠15番フィールシンパシーです。 能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は、紫の丸が1600、昨年の5月は紫の丸が1800、1800は守備範囲です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は4番手からの競馬です。昨年の5月は9番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は77で3位です。上がり指数は63で14位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。 ババ状態を見ていきますババ状態はグレーの丸で表されますババが渋ると指数を落としています明日もババが渋ればマイナス評価した方がいいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地中山での出走です中山では他の開催場と比べて指数を落としています上適性はマイナス評価した方がいいです 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定2 0丸を打った7番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定丸を打った13番の対戦成績は11番に対し1勝0敗。15番に対し1勝0敗と勝ち越しています。13番の対戦成績は高評価できます。暫定黒三角を打った11番の対戦成績は13番に対し 0勝1杯と負け越しています11番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った15番の対戦成績は13番に対し0勝1杯と負け越しています15番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは7番コンクシェルです能力偏差値はトップの B ランクです 距離と展開を高評価しました対抗丸を打ったのは13番フィアスプライドです能力偏差値は2位の b ランクです距離にリスクはありますが展開とレース間隔と対戦成績を高評価しました黒三角を打ったのは11番コスタボニータです能力偏差値は3位の c ランクです対戦成績にリスクはありますが展開と レース感覚を高評価しました白三角を打ったのは14番ククナです能力偏差値は5位の C ランクです展開を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや状況などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただき ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。